今回はクルリンパと、三つ編みでできるまとめ髪いきます。全体的に、ウェーブアイロンで大きめに、ウェーブになってまして、前髪の方は、ウェーブアイロンで少しだけ置いた状態にしてます。でサイドの毛を分けまして、トップのボリューム出したい部分ですよね、そこの部分を、下に下がるような感じですね、丸い感じで、ブロッキングしまして、手ぐしでくくります。で緩い目に、下に下がるような感じでポニーテール作ります。でこの部分はクルリンパはせずに、くくった状態で置きます。で次なんですけど、サイドの方に行きますね。でサイドの毛を耳のあたりで分けながら、で少しだけねじりながら、後ろの方に持っていきます。この状態ですね、持ってきまして、横の毛を持ってきまして、先ほどの、ポニーテールした位置でゴムを留めてクルリンパします。で今ゴム止まった状態で、でこれこうクルリンパ、この毛だけクルリンパします。下のポニーテールは置いておきます。で全体のボリューム感を出したいので、ウェーブアイロンの波を作っている山の部分ですね、山の部分を引っ張ってもらうと立体的に見えますので、なるべく、ボリュームを出したいところ、もしくはウェーブアイロンで、山になっている部分を、ちょっとずつですね、ちょっとずつ、引っ張りながらバランスをとってください。で最後ですね、こうやってくくった毛、後ろのところですね、下の部分を2等分にしまして、で上の毛、さっきのクルリンパとポニーテールの毛ですねを分けまして、三つ編みします。この時、なるべく緩まないように、根元の方ですね、根元の方が緩むとダボダボになってしまいますので、根元のだけ緩まないようにギュッと引っ張りながら、あとは毛先のは緩めでも大丈夫です。で次なんですけど、ほぐしですね。ほぐしの方は内側の毛ですね、今からこれをまとめていくんですけど、内側になるところがふわっとクッションになるように、なるべく多めに、引っ張りながらつまみ出します。で毛先の方からぐるぐるっと巻き込んでまとめます。はい、これで完成ですね。全体的にほぐしを入れてふんわり感を出したまとめ髪です。これは簡単にできますのでやってみてください。以上です。